されがちなトラックを持って帰る仕事をしてるのだ。このトラック以外とコストが高く、しかも船に乗らないから港に返すのだ。最前線に近い倉庫や港には輸送で置いていかれたトラックや船がたくさんあるから、できるだけ生産設備が整った港まで戻してあげるといいのだ。最前線で余りがちな使い捨てトラックをこうやって貨物船に乗せて持って帰るのだ。あとコンテナも余りまくるので定期的に持って帰るといいのだ。この船は5つまででっかいのが入るのだ。今回はこの船を戻してあげるのだ。じゃあ積み込みが終わったから持って帰るのだ。着いたのだ。ここは僕が生産と輸送拠点にしてる場所なのだ。港に着いたらF を押してコンテナを開こう。そうするとさっきの物資が見えて取り出せるようになるよ。あとはクレーンに乗ってさっきと逆の手順で荷物を取り出すんだ。こういう作業が役に立ってるかどうかは倉庫の状況を見ればだいたいわかるのだ。みんな喜んで持って行ってくれてるのだ。あとは船も港に入れたら完了だよ。この船は全部僕が持ってきたよ。さあみんなでフォックスフォールをやろうね。